にちは、タボパパです。こんにちは。今日はいいよ、こちらアーチェリーの方やっていきたいと思います。はい、写真は頑張るぞ。写真はわかんないけど、とりあえずやってみたい。ではやってみたいと思います。まず指の持ち方からご案内していきます。3色のもしね、万が一お隣の方、お姉ちゃんの場合、お父さん抜けた抜けてしまうと、それ大変なことになっちゃうのでね、それ気をつけてください、ね、これ冗談でも抜けると危ないから、ね、はい、次です。2点目、皆さんには左手、弓を握っている方の手はしっかりグーで握っておいてもらいたいんです。親指にかけてのこの上の方、今私触っている、こういう風になると思います、はい、この上の方にご自分の顎がピタッとくっつくまで、これ頑張ってね、引っ張ります。これ結構硬いから引っ張ってみる、ガーッと引っ張ります。この時に引っ張っちゃう、右腕だけの力ではなくて、もう肩を開くような力、こいつが分かるかな、大丈夫かな、こいつが分かるかな、これね、ぐるっと胸張るようになったら、これが一番大事だからね。引っ張ったら顎に固定すること。これ右手、顎から離れちゃうと危ないとこ飛んで、それで、ね、じゃあね、準備できた方からね、皆さん始めていきます。ちょっとマナちゃん待ってて、パパが打ったら、パパが打ったら次マナちゃんね。そうか、もっといきましょう。そうです、そうです、カスガだよ、カスガ。マナちゃんやってごらん。ちょっとだいぶ変わりな。よし、お姉さん。日本じゃなくても予算もやばい。おー、いいね、引き。顎まで引いてごらん。もっと。上行っちゃった。まーちゃん、もっと引かないと届かないよ、分かった？あ、本当だ、青じゃん、リホ。ちょっと待って。あー、すごいすごい。ママ、何これ。ママが言ってた高校、アーチリーブあるよ。あ、赤。あー、終わったの、りっちゃん。おー、下は2本目、赤色。指痛かった？いっぱい当たった？いっぱい当たった？1回だけ青が当たってとっても嬉しかった。よかったね。はい、じゃあねー。